はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、ポッパレですね。ポップアップパレード、はい、そちらから出ましたこちらをご紹介したいと思います。はい、なんとね、はい、出ました鋼の錬金術師、はい、そちらからね、エルリック兄弟、はい、エドワード・エルリックとアルフォンス・エルリック、はい、なんとね、こちら2つとも同価格です。びっくりでしょ。どう見てもアルフォンスの方が高いと思うんだけど、どっちともポッパレ価格3900円ですね。3級価格、明らかにね、容量が違うからね、これ大丈夫なんて思うよね。どう見てもアルフォンスの方がお得感があるよね。何なんでしょうこの差はね、まあ、とりあえずね、これ箱の外観をね、回転させてみましょう。はい、ということでね、早速こちらブリッサーの状態ね、見ていきましょう。はい、一応ねブリスターの状態見ていただきましたが、もうすでに組み立て終わりました。ではエドワード・エルリックからご紹介しましょう。こちら、はい、エド良くないですかこれ。いや、めっちゃよくできてる。ポップアップパレードのね、低価格帯のフィギュアとしてはすごいよくできてるこれ。何よりね、この筋肉、この筋肉がね、再現度高いんですよね。このシックスパックめっちゃよく造形されてる。これいいね、筋肉の造形がかっこいい。で、顔もね、この似たり顔、似てますね。顔も似てる。で、このね、錬金で編み出したこのね、右腕、こちらね、分かりづらいけどね、ここ赤と青のね、なんか配線みたいなのが、ちゃんと再現されてるんですよね。で、中に金の輪っかみたいなのがちゃんと裏の方までこうやってね、ついてるんですよ。こういう彩色の部分がね、すっごい細かい。いや、これはすごいな。いや、やっぱすごいね、このシリーズは。低価格帯ということで出してるけどね、手抜きとか全然ないですね。その価格帯目いっぱいの努力をしてる感じ。いや、これはいい。はい、続いてアルフォンス・エルリック R ですね。はい、こちらでかい、めっちゃでかい。エドと比べたらね、 R はめっちゃでかい。いや、ほんとこれ同じ価格でいいのかなっていうぐらいだね。いや、これね、質感もすごいですよ。こういうね、鋼のね、質感っていうんですかね、めっちゃこうデコボコしてる感じ、ザラザラしてる感じ、そういうね、質感がね、よく再現されてるんですよ。
いやこれはすごいな。いやこれ本当同じ価格なと、同じ価格でいいのかな。まあ、江戸は江戸でね、すっごいよくできてるんですけれども、これあるもめっちゃよくできてるよ。いやこれすっげー、質感がめっちゃねよく伝わるわ。で顔もね、うん、そっくり、再現度高い。こういうベルトの部分とかもね、うん、再現度高いわ。はい、はい、ということでね、今回はこの2体をご紹介させていただきました。まあ、一応ね、江戸の方はね、台座がちょっと自分的には大きいかなって思いますね。もう一回りぐらい小さくてもいいかなっていう感じ。ちょっとこうやって飾る分にね、ちょっと身の丈に合ってない感じの台座、うん、大きすぎる感じがするかな。あるに関してはもう本当めっちゃよくできてて、値段 3級でいいのかなっていうね、うん、ほんとこれ同じ価格ですからね、うん、いや造形的にもこっちすごいんですけど、まあ、こっちも普通にすごいんですよ。だからね、これはどうなんでしょうね。メーカー側は完璧にこっちの方がコストかかってる気がするんだけどね。というね、今回は2体、まあ自分では珍しいね、ハガレンからキャラクター紹介ということでね、初めてかな、鋼の錬金術師はね。そちらのフィギュアをご紹介させていただきました。まあ、最後はね、もちろん回転台座に回してねお別れしたいと思います。皆様もね、気になりましたらね、ぜひ手に取って見てみてください。はい、ということで今回はこれにて、ご視聴どうもありがとうございました。